ごめんな、ワイの稼ぎが低いからうまい飯食わせてあげられなくて、ヒカキンの猫みたいにうまい飯食わせてあげられなくてごめんな。冬、見てくれ、これで一発稼いでお前にうまい飯食わ。はい、ということでこのリパーをね、開封して一攫千金狙っていこうと思います。なんでこのタイミングでね開けるかっていうと、先日フルメタルウォールっていう新しいパックが発売したんですけど、あんまり強いカードが入ってないとかいう理由で全然買われてないんですよね、多分。ただ先日あったシティリーグっていう世界大会の参加にもかかってくる大きな大会があって、その大会でフルメタルウォールに入ってるルカリオ&メルメタルとかフェローチェ&マッシブンが結果を残したこともあり、プラスあんまりパックが向かれてないこともあり、なんかそこら辺のカードの値段がねグンって上がったんですよ、カード書のね。だから大会結果前に作られたオリバだったら絶対にアドを取れる理論ですね。このオリバちなみに、まあ、その大会自体は日曜日に行われてたんですけど、その翌日の月曜日に買ってきたんで10個あります。全部で1000円のやつが4個と、多分後ろのやつが2000円 ×6 ですね。上げていこうと思います。この動画の最後にこれで稼いだお金でうまい飯食わせてる冬くんの画像を載せておくからな。はい、あ、積んではね、高い防御力が特徴的ですよね。まあ、ただ鋼岩っていうタイプの性質上、不凍と地面が4倍なのがちょっとネックですけど、まあ、意外に見た目に反して意外にもね、トリックルームとかいう絡め手とかも使えたりするので、結構使える可能性があるポケモン、過去ゲームの話です。はい。あ、これあれか、GX ポケモンが何体か入ってるパターンか。電磁モクはね、高い特殊攻撃力がね、特徴で、まあ、ホタルビーからの崩しとか、スカーフを持ってね、素早さと火力を両立した方とかがね、結構多いかなっていう印象であります。過去ゲームの話です。あー、これ全部あれか、ウルトラビースト系の GX か。ネクロズマはなんかブルーの探索とかいうカードが出て、ビーストリングを安全に引っ掛けれるようになったり、まあ、メルメタル&ルカリオが出たこととかによりね、まあ、若干使われる可能性がねあるかなみたいな感じのカード。まあ種ポケモンでありながら220点出せるのはかなり魅力的ですね。これどうなんだろう、ツンデツンデとかね、ネクロズマあたりはねワンチャン値段上がってきてる説があってもおかしくないけど、1パック目こんな感じ。じゃあ2パック目、いきます。おー、グッソクムシャね。グッソクムシャ、出会い頭という強力な先制技と危機回避というね特性が特徴的なんですけど、まあ、火力もね耐久もね結構ありますけど、技の威力がね全体的に低いのがネックかなと思います。特性のせいでね、あの危機回避っていう特性のせいでちょっと扱いが難しいのも、これ面白い特性なんですけど、メリットの反面強制的に交代するっていうデメリットもあるっていうちょっと難しい特性ですね。あ、マーシャドウ GX ね。こいつ最近結構いろんなデッキに入ってきてますよね。ピカチュウ&ゼクロブメタとしてね、優秀。まあ、トータイプのポケモンになりながら、特性シャドウハントで、まあ、すべてのポケモン、すべてじゃないか、種ポケモン、いろんな種ポケモンの技が使えるんで、雷タイプに弱点をつきやすいということでね。まあ、最近また評価が上がってるカードかなと思います。ネクロズマは、ま、さっき説明したんでいいかな。1000円のやつ、3パック目いきます。爆風、あ、これ外れか、こっちが、あ、ニンフィアか。ニンフィアね、これ結構面白いカードで、色違いのニンフィアのカードもあるんですけど、通常色の方がね、なぜか価値が高くて高いっていう。まあ、ウルトラシャイニーに色違いのニンフィア入ってるんですけど、あれが向かれすぎたせいでね、逆に通常色の方が価値が上がってるってよ。まあ、ニンフィアデッキはね、女性がポケモンカードを始めた時にね、よく最初に組まれてるイメージです。かっこ大偏見。まあ、ニンフィアは1000円のにしては多分当たりだと思う。はい。あー、待って、これ外れ切ないか、これちょっと待って、あれ、マナフィ、ジガルデ、ゼクロム、マホクシー、ゼルネンゴ、ジガルデで、ここから2000円のやつになります。はい。あー、ゲコガシラ、あー、カプテテフ GX か。2000円のリパだとカプテテフ GX 結構入ってるイメージだ。こいつちょうど2000円ぐらいだから、まあ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 って感じ。カプテテフ、カプテテフ、なんだこれ、カプテテフのハッピーセットかよ。カブテテフはね、だいぶ流出した&、まあ、ジラッチとかも増えたしね、使用率低下気味ですけど、まだまだ全然高いですよね。というポケモンカードらしい考察をも一応しておく。あって、これなんか金枠見えてんだけど。そうね。フライングしてるんですけど、これ金枠すでに見えてるんだけど、大丈夫？あー、ジャッジマスホイッスルね。
まあ、ジャッジマンっていうね強いカード、相手の手札をぐちゃぐちゃにするカードを使い回せるカードで、まあ、ジャッジマンっていうカードね、ポケカで一番強いであろうと言われてもおかしくない人がジャッジマン最強って言ってたんで、まあ、ジャッジマンホイッスルも最強かなと思ったんですけど、これが使われてるとこあんま見たことないですね。まあ多分弱いカードではないけど、ジャッジマンメインで相手を荒らしていくデッキとかだったら結構採用されそうですね。まあ、2000円オリパにしたらどっちかっていうと外れない印象。はい、2000円のやつ3パック目いきます。はい、あ、ゾロアか。ゾロアの、ちょっと待って、これでもゾロアの色がそうだよね。あ、ゾロアの色ね。こいつ1200円ぐらいじゃない。ゾロアの、ゾロアはね、そもそも使用率が高いポケモンカードなんで、まあ、それの色違いとなると結構値段が高くなってくると。まあ、奇跡ゾロアがね、あのハチマキガムの逆鱗をちょうどギリギリ耐えれるのは、有名な話、かっこゲームの話です。次いきます。2000円のやつ、4パック目なんだこれ。フリーザーか。フリーザーが当たりっぽいですね。フリーザー、あー、でもフリーザー結構嬉しいですね。僕持ってなかったんですよ、1枚も。フリーザー GX、 僕たちがポケモンカード始めた時は1枚100円とかだったんですけど、まあ今ね、一番レアリティが低いフリーザーでもね、6、700円ぐらいするっていうのはまあ有名な話で、まあ、フリーザーはね、結構妨害デッキとかによく入ってるイメージですね。相手のデッキを切らして勝つデッキとかみたいに、GX 技が結構強くて、相手のエネルギーを全てトラッシュできるんで、ちょっと一旦もらいやすいと。だから妨害デッキによく入ってる印象で、スワ、まあ、ゲームでは高い特防と、特性プレッシャーが強力ですよね。また絶対レードという技、一撃必殺の技を使えることで、まあ、常にワンチャンが作れると。まあ、ただ飛行&氷タイプというね、タイプが弱点が多くてね、せっかく高い耐久を生かして切れてないのが、まあ、残念かなと。まあ、プレッシャーで身構えでね、 PP からしてくる戦術はクソうざい。フリーザーの HR いくらぐらいなんだろう。なんかワンチャン結構高い可能性あるけど。じゃあ、5パック目いきます。あ、またニンヒア GX かよ。ニンヒア GX 多分ね、1枚2000、3000ぐらいするから、まあ当たりっちゃ当たりなんだろうけど。こいつよく出てくるな。じゃあラストいきます。なんかそろそろ結構一発でかいの出てほしいなっていう気はするけど、あ、待てよ、こっちか。イエス、あい、あい、ザオボー。僕ザオボーについてね、話せることそんなないんですよ。まあ、カードとしてはね、あんまり強くないですね。使ってる人もあんま見たことないんで。ゲームっていうか、なんかザオボーのことが気になって一回調べたことがあるんですけど、Google でね、で、Google ってなんか予測変化みたいな機能あるじゃないですか。例えば僕の場合、ライバロリって言うと、ライバロリの後に、ライバロリスペースポケモンとか、ライバロリスペース顔とかね、勝手に自動で予測検索かけてくれる機能。ザオボーについて検索すると、何が出てくると思います？ザオボーって検索すると、一番上にクズって出てくるんですよ。こいつは多分クズです、世間評価。かわいそうなキャラクターです。はい、ということでね、ここの4つが1000円かな。まあ、これは1000円にしては当たりだから、上の方はね、多分トントンぐらいな気がして、2000円の方どうなんだろう。こことここがトントンぐらいじゃん、多分。まあ、ここがワンチャンだな。まあ、ちょっと金額載せてると思うんですけど、回遊した結果としては、そもそもフルメタルオールで出たカードがオリパの中にまだ封入されていなかったと。はい、そういう感じです。バイバイ。どうだ、うまいか。めちゃくちゃしゃぶっとるの。もうない、もうないっす。めっちゃ噛んどるけど、もうないっす。